周回展示は、協定の選手紹介を兼ねた思想である。周回展示協定では、前のレースが終了した後に、スタート展示というピットから、待機行動、そしてスタートまでの実際のレースと同じ工程をこなす、リハーサルを行ってから、出走番号の若い順番に、第2マークに集まって、一人ずつに集会の展示構想を行う。選手は、第2マークからスタートし、 一周目の第一マーク第2、マーク二周目の第一マークの順番で3回に渡ってターンする。観客はその3回のターンを見て選手のモーターやボートの調子を観察することになる。また二周目の第一マークを回った後の最後の直線150メートルの展示タイムを測定し、これを船券発売中にモニターや大型ビジョンで放送される各種競技情報で チルト角度、部品の交換状況などといった各種レース情報資料として紹介される。レース上によっては前期展示タイムとは別の地点で計測されるタイムも合わせて発表される。以前、スタート練習が1991年3月からら2002年8月の一時期廃止され、この周回展示だけしか行われなかったことから展示構想と言われていたが、2002年8月に エスレンがスタート展示として再開されてからは名称が周回展示と変更された。なお、悪天候時は周回展示が一周に短縮される場合がある。ありがとうございます。